複合材料は、二つ以上の異なる材料を一体的に組み合わせた材料のこと。強化のための強化材料とそれを支持するための母材から構成されたものを指す。材料の複合化という概念としては、合金やセラミックスなどを含む非常に広範な概念であるため、通常は繊維様のものを、 構造材として配列し形成するものを指し、合金やセラミックスとは区別して取り扱うことが多い。単一素材からなる材料よりも優れた点を持ち、各種の複合材料が製造、使用されている。複合材、複合素材とも、樹脂と繊維を組み合わせることによって強度を確保する技法は7世紀にすでに漆と麻布を組み合わせる間質作りで用いられていた。 わらくずを入れた土壁なども複合材料の範疇に入る。身近な複合材料として、合半と鉄筋コンクリートが挙げられる。前者は強度に違法性のある複数枚の板を貼り合わせて強化した、いわゆるサンドイッチ構造であり、後者はコンクリートを鉄筋で補強し引っ張り応力に対処したものである。鉄鋼製品、鋼、ステンレスなど身近な素材も厳密には、 主材料、純鉄、FE に様々な元素を添加した複合材料である。セラミックスなどの陶器やガラスなど現在に日常的に利用されているあらゆる素材に材料の複合化技術が利用されている。繊維強化プラスチックは金属材料よりも丈夫で軽量なことが多く、重量と燃費が関係する乗り物での利用が多い。特に軽量化が非常に重視される。 航空機や宇宙機では多用される。ヘリコプターの回転翼にも使用され、関節のないヒンジレスローターが実用化されている。また、繊維の方向を工夫することにより、亀裂が拡大しにくい構造にすることが可能で、戦闘ヘリコプターは銃弾を受けても数分間は飛行可能である。ボーイング787では、 重量の50%近くが複合材料に占められるほどになっている。これまで幅広く使用されてきたアルミニウム合金であるジュラルミンなどは、より性能の高い新型複合材料に置き換えられ、使用量は減少傾向にある。他に自動車などでの利用もある。繊維強化プラスチックとは逆に、重量増加のために使われる複合材料もある。 モデルガン等の遊戯銃に使用されるヘビーウェイト樹脂はプラスチックに重金属粒子を配合したもので強度は低下するもののプラスチックでありながら金属のような質感、重量感を持っている。鉄筋コンクリートや繊維強化プラスチックのような強化法の場合、コンクリートやプラスチックに相当する素材はマトリックスと呼ばれる。樹脂母材による複合材は 金属材料よりも高強度、軽量、錆びないなどメリットがある一方で、耐衝撃性においては、金属材料に劣る。ターボファンエンジンのファンブレードには最近では、複合材料が使用される例が増えているが、複合材料は、金属材料に比べて、耐衝撃性に劣るため、全円部はチタンで覆われている。かつて、ロールスロイスホールディングスが、 RB211 エンジンの開発時に当初、複合材製のファンブレードを採用したが、バードストライク試験に合格することができず、大幅な改良に手間取っていたために資金繰りが悪化して倒産して国営化された。三菱スプスジェットでは、当初、主翼を複合材で製造する予定だったが、100未満の旅客機ではそれほど利点がないので従来のアルミ合金に変更した。 古くはエジプト、藁と泥を混ぜた星レンガが最古と言われている。第二次世界大戦時に金属の供給が制限され、その時に木材やペーパーアハニカムにフェノール樹脂を含真させた材料が代用資材として使用された。その素材を採用されたモスキーと戦闘機は金属製の機体に比べて性能は遜色なかった。また、 フェノール樹脂のおかげで腐る心配もなく、軽量で高強度を維持することができた。また、副次的効果として、レーダー反射段面積が小さく、敵のレーダーに捕捉されにくいという効果もあった。戦後、その優れた特性を生かした用途として徐々に航空機や、プレジャーボート、総海艇、ラケット、釣り風力発電のブレード等に使用されるようになる。構造上、 応力が局所的に集中するような用途には適さず、H、E やロケットの個体ロケットブースターの装着方法のように応力を分散させるための工夫が必要になる。複合材料の成形工程には複数の方式がある。一体化して成形することができるため、その利点を活用した成形法が採用される場合が多い。一般的なのは熱硬化性樹脂を含心した。 炭素繊維やアラミド繊維のプリプレグを積層後、オートクレーブで加熱することで硬化する手法である。一方、量産性と強度の両立を考慮して、液晶ポリマーを分散させた樹脂を射出成形によって金型内に出して成形する方法もある。ただし、オートクレーブを使用した成形は生産性に劣り、オートクレーブの大きさによって製造可能な成形品の大きさが制限されるため、 近年では、前述の積層式の成形においては、脱オートクレイブ成形法も徐々に普及しつつある。一般的に、熱化素性樹脂複合材料は、熱硬化性樹脂複合材料に比べて、第一に人生がありが高い、第二に成形温度は高いが短時間で成形できる等の利点を有する。短時間で成形できるので生産性が高く、コストダウンに貢献する。 高温条件下で使用する用途においては、無機化合物によるセラミックス基複合材料が使用される。酸化アルミニウム、単化ケイ素、ムライト等が使用され、特に有機ケイ素ポリマーを線具体とする飛翔質単化ケイ素系調繊維は、金属機及びセラミックス基複合材料の強化繊維として注目されていて、SICO、OK、系繊維及び SITI、合計繊維等がある。 金属起伏合材料は繊維やウィスカーによって金属の母材を強化するなどありがとうございます。